どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはですね、黒のジャケットなんですが、フォーマルジャケットですね。押し立てして作ったんだというような感じで、洗濯表示、素材表記一切ございません。全く何もついてない状態なんですが、決して洗えないわけではなくてですね、全然お預かりすること可能でございます。こちら裏地のところにね、傷が開いていて、かなり広範囲にシワになっているところがあってですね、なんか痛々しい傷があるんですけども、表から見ますとこちらにはですね、その傷穴だけじゃなくて、白く目立つ色の段差があります。どうしてこんな風になってしまったのかと言いますと、車のドアに強く挟んでしまって、できたんだそうです。だから傷穴開いてるところ、強くこう摩擦が生じてしまったところ、擦れちゃったところ、そしてシミがついちゃったところと、シミと擦れと傷穴がある状態なので、擦れと傷穴は治んないですけど、シミに関しては取れると思います。はい、仕上がりがこちらでございます。もちろん全体処理、丸洗いもさせていただいております。まずは裏地からですね、綺麗にプレスされている状態なので、だいぶ印象が変わるかと思うんですが、でもやっぱり意識してみれば傷穴は分かりますね。裏地はね、なんとか着てしまえば表からは見えなくていいっちゃいいんですけど、でも表にもね、しっかり傷穴あったんで、それはお直ししていただくか、何かこうする必要があるのかなというふうに思うんですが、この距離で見てもね、若干色の段差残ってます。このお色の段差残っている白っぽく見えるところはですね、擦れによってできた質感の段差です。質感の段差とはいえ、色の段差に見えますので、なんかシミがついてるみたいに見えちゃうんですけど、シミに関してはですね、そのシミ抜きで反応する色の段差に関しては完全に綺麗にすることができておりますので、この残った部分というのはもうシミ抜きをしてもですね、何の変化もしない、もう生地自体がもう擦れによってできてしまった色とグロスの変化なんですね。だから傷穴と同じようにですね、これはもうクリーニングではどうしようもない、シミ抜きではどうしようもないというふうなことで、この状態でお渡ししたいと思います。車のドアに挟んでしまうというふうなことで言うとですね、可能性どなたでもあるんじゃないかなというふうに思います。気をつけたいですね。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。